はい、若洲に着きました。ゲートブリッジが目の前に見えてます。その下の船はもしかして、竹芝桟橋から出てるバンテアンだと思われます。ちょうどあれかな、なんだっけ、午後4時に出港して、2時間ぐらいで、回って帰ってくるっていう時間のやつかな。ディナータイムは確か7時出港だったと思うんで、この時間は確かティータイム専用のやつだったと思います。まあこんな感じでだんだんこう日が沈んできていい感じになってきてますね。若洲公園はこういった、岩場があってですね、でサイクリングロードにもなっているので、自転車などで来るには最高の場所です。でちょっと中の方にバーベキューができる場所もあるので、結構休みの日は人がたくさん来てますね。まあこんな感じで海を眺めたりしてゆっくりできたりもするので結構頻繁に来てます。猫がいる。そして俺の自転車はこんな感じで今寝かせてます。今日の予定は、120キロぐらいを目標にしてたんですけど、ちょっと雨のせいでまだ80キロ程度しか走っていません。まあ、時間も時間なのでこれから帰ってのんびりしますかね。そんな感じです。